どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ております。ということで本日はですね、ちょっと GoPro で失礼させていただいて、レンズをね、マックスレンズモジュラーっていうね、かなり広角のレンズにしてるんで、まあ、めちゃくちゃでかくね映ってると思うんですけども、本日はですね、夏にねちょっとどこも行けそうもないので、このタイミングで子供とハワイにね、行きたいと思います。今回ねユナイテッド航空のマイルを使って1人ね3万3000マイルで発券させていただきました。またねユナイテッド航空で発券しているということで、燃費サーチャージもねかからず、羽田空港の場合は、空港使用税がね1人6000円ぐらい変わりますので、子供と2人で、まあ、1万円ちょっとかかったわけなんですけども、まあね、それ以外はかからないということで、まあ、これをね平年で取ると1人ね3万円いかないぐらいね取られると思いますので、まあ、かなりねお得に、利用できたのではないのかなと思います。ということで早速ですね、今回ハワイに行くということで、ユナイテッド航空のマイルを使って今回はね ANA で乗っていきますので、まあ、前回とねちょっと同じようなレビューにはなってしまうかななんていうふうに思うんですけども、またね D ポイントをどんな感じで使えるかっていうのはね、どんどんね使えるところが増えているということですので、それもね、見ていきたいなと思います。ということで早速ね、今午後の2時ぐらいで、フライトはね9時とかなので、まあ、かなりね早く来て、まあ、ゆっくりしてねシャワーとっても浴びて、搭乗ねしていきたいなと思います。ということで早速ねチェックインしていきましょう。息子はね向こうのベンチでカーズ見てます。ということで行きたいと思います。お待たせ、知ってる何？目を映させてよ。どうですか？ハワイに行く準備はできてますか？楽しみにしてたんだよね。出発ロビーです。楽しみに行くぞ。うわーすごい。すごいね。あれ？なんで前の行ったところに来たんだ？もう一回。ここはね、空港なんです。日本から羽田空港から出国するときにここ使うんですよね。では本日もこちらからチェックインしていきたいと思います。ちょっと今並んでますね。 4,5 人ぐらい並んでます。ちょっと並んでから行きたいと思います。今この ANA のビジネスクラスのチェックインカウンターもこちらの自動預け機でやって利用するみたいですね。エコノミーじゃなくてビジネスもこっちみたいですね。ちょっと私はね前回こっちでやろうとしたんですけど結局できなかったんで、友人ブースで行かせていただきます。 UA マイルだともしかしたらできないのかもしれないですね。ということで無事ねチェックインすることができました。残念ながらですね、やはりユナイテッド航空のマイルで取るとね帰りの飛行機がね紐付けできないみたいで、帰国情報が入らないということで有人行きになっちゃうみたいですね。ということなんで、これはね、まあ、あのバゲージドロップだけ自動チェックイン機でやっても結局ね行かなきゃいけないみたいなので、これはね UA で取る場合はそれを旨をね言った方がいいかもしれないですね。はい、前回もそうでしたし今回もそうでしたんで、多分これはねシステム的に ANA アプリではね表示できてるんですけどもダメみたいですね。ということで制限エリアの方に行きたいと思います。それでは無事制限エリアに着きました。今はねこっちのラウンジしかやってないそうなんで、今日はこちらにずっといたいと思います。では行きましょう。いや羽田空港はめちゃくちゃやるようになりましたね。本当にほとんどが再開してますね。いや2020年の時は本当に何にもやってなかったですけど、今もうやってないお店がないですね。全くやってない。109番ゲート付近まで来ました。いやーここら辺も全部やってないですね。全滅です。清掃の方しかいらっしゃらないですね。こんな感じとなってます。いやー全然いないですね。いやいい。では109番の近くのラウンジに行きたいと思います。いやーいいですね。これですよね。これいやいい。いやー本当にね一時はこれもやってなかったですからね。ちょっと再開しましたけど。これからどこに行くの？どこに行くの？そうだよ。こっち向いてこっち来て。それでは搭乗時間になりましたので搭乗していきたいと思います。今回ね141番ゲートということで、かなりね遠いゲートになります。ということで結構早めに行きました。9時半ぐらいのね、出発なんですけども、今ね9時ぐらいということで、行きたいと思います。では行きましょう。
子供は疲れちゃったというので今回乗せていただきました。いやこれめちゃくちゃいいですね、まあ、ちょっとね、まあ、お子様連れとかじゃないとなかなか利用はしづらいんですが、今回141番ゲートということで利用させていただきました。かなりね遠かったんでありがたいですね。ちょっと息子もねぐずっちゃってたんでちょうどよかったです。ありがたいです。ということで今ね141番ゲートに着いたんですけども、なんと着いたらねゲート変更ということで137番ゲートに移動ということで行きたいと思います。こんなことねめったにないんですけども、行きたいと思います。では行きましょう。どうした？ということで、はるばる137ゲートまで来ました。結構遠かったですね思ったより遠かったです。ということでこの一番奥はね137になると思いますんで、そこら辺でもう登場してんのかな、まあ、ひとまちょっと分かんないですけども、そっちの方行きたいと思います。では行きましょう。ということで、1時間遅れて登場が、ね、開始になりましたので登場していきたいと思います。ということで行きましょう。ありがとうございます。いいよ、見ていて。ありがとうございます。持って、お願いします。いいよ、待ってて。いってらっしゃいませ。はい、行こう。だいぶないよ。はい、はい、はい、行きましょう、行きましょう。レッツゴー、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 レッツゴー。バスは乗れない。ということでお気止めでした。バスに揺られて飛行機のところまで行きたいと思います。かなり、ね、雨強かったみたいですけど今はもうだいぶ弱くなってるみたいですね、はい、このバスが最後みたいなんで皆さんの乗車を持って行きたいと思います。雨止んでる。すごいね、大きいでしょねえ。はい、気をつけて。こんにちは。H 奥。ありがとうございます。29そこだ。こんにちは。はい、ここいいよ。はい、ここだ。はい。ということで無事ね座席に着きました。今回もね、ボーイング787だったと思いますね。はい、ボーイング787です。で、モニターがあってリモコンがあって USB ポートですね。あ、ハワイ路線はスリッパがついてるんですね。これはありがたい。あとヘッドホンとエチケット袋が入ってます。はい、そうですね。足元はこんな感じです。かなり広いですね。でフットレストもねついてますね、はい、はい、ということで今ね息子と2人なんですけども、隣はね一応今のところ空いてる予定ということで3人2人でね3席利用できるのではないのかなと思います。はい、ということで約8時間ぐらいのフライトを楽しんでいきたいと思います。いいですね。
なり揺れましたね。ということで約8時間ぐらいのフライトをね、軽く寝てましたけど楽しんでいきたいと思います。それでは機内食が始まりました。ハンバーグデミグラスソース、こんな感じになってます。ここら辺はね、ゴールデンウィークにロサンゼルスに行った時とね一緒ですね。はい、あとお水とサラダとパンですね。はい、ということでいただきましょう。またまたね、前の方はぐっすり寝てらして、がっつりリクライニングを倒してますね。かなり狭いですね。息子さんはね、今回もね、息子と一緒なんですけども、離陸する前にね、離陸もね結構遅れたんですよ。1時間30分以上経ったんですよ。まあ、その間にね寝ちゃってました。ここでぐっすりですね。はい、多分機内食いらないんですよね。多分そのまま寝てハワイに着くんじゃないでしょうか。ということでいただきましょう。ちょっとねなかなか伝わんないと思うんですけど、机はねこうなってるんですよ。だからね、この機内食のがそのままスライドしてきてね、ちょっとこぼれそうで怖いですね。ということでデミグラスソースハンバーグいただきます。はい、あ、美味しい。ご飯の上にデミグラスソースハンバーグがかかってる感じですね。食べれなくなるだろう、サラダ。はい、今日本時間で深夜2時ぐらいなんで、はい、かなり眠いですね。ちょっと眠すぎてね、機内食食べるかどうかね迷いましたねいやもうこんな時間なんですね。いや羽田で多分ね、どのくらいで待ったんだろう、多分1時間くらい待ったのかな。まさかこんな経ってると思ってなかったですよね。本来9時55分発が10時55分発になって、その時間でね搭乗はできたんですけど、緊急着陸もねあったみたいで、天候の悪さで、そこら辺のね飛行機を待った関係もあってめちゃめちゃ待ったみたいですね。まあ、そこら辺はね本当に待ちながら寝てたみたいな感じでしたね。はい、あとはねゆっくりいただきたいと思いますけども、やはり ANA の機内食めちゃくちゃ美味しいですね。はい、ということで機内食いただいてちょっとね休みたいと思います。いやーちょっとね眠いっす。おはようございます。ちょっとねクラフトに映ってないと思うんですけども、まもなくあと40分ぐらいで、ね、着陸態勢に入ります。ちょっと前にねこういったホノルルのハワイのね、ハワイの ANA のハワイのね袋に入った、これはマフィンとね、あのスナック菓子ありますよね、これが配られました。これが多分朝食代わりみたいな感じなんですかね。はい、朝食ももうちょっと作ってね、これ以外も出てこないと思うんですけど、これをもらって、あとお子様にということで ANA のバゲージタグいただきました。これは非常に可愛いですね。ということでもう間もなくホノルルハワイ大池井上空港に到着となります。すぐ寝て、はい、あっという間でしたね。ではもうしばらく待ちたいと思います。それでは間もなく着陸です。もうね大陸は先ほど見えてました。ちょうど今雲の上に入ってしまった感じですかね。あともう5分ぐらいで着陸となります。非常に綺麗ですね。
ということでダニエル K 井上空港到着いたしました。いや本当にね、あっという間のフライトでしたね、ホノルル区間で。はい、ぐっすり寝て息子もね、非常に元気に、着きましたんで良かったですね。いやね、大雨で1時間離陸が遅れて、またねそこから飛行機飛ぶの多分1時間半ぐらい多分止まってたと思うんですよね。私ももうちょっと寝ちゃってたんでどのぐらい止まってるのか分かんなかったんですけど、いやね本当に出発だけはねちょっと大変でしたけども、まあ無事ね到着いたしましたんで、はい、ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。